アテネオリンピックもいよいよ競技終盤です。今日から最終日までの3日間はそのレスリング会場では男子のフリースタイルです。まず今日は4階級の予選リーグと準々決勝までが行われます。日本レスリング協会専務理事でモントリオールオリンピックのゴールドメダリスト高田裕二さんの解説でお送りしてまいります。高田さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はフリースタイル55キロ、そして66キロ、84キロ、120キロ級、この4階級で予選リーグから準々決勝までベスト4が出揃います。まあ、日本からはこのうち55キロ級に田辺、そして66キロ級に池松、さらに84キロ級に横山と3人の日本の代表選手もこの後続々と出場してきますので、日本の選手の試合を中心にご覧いただこうかと思います。現在3つのマットでこの予選リーグが同時進行で行われています。真ん中 B マットは66キロ級の予選リーグが行われています。現在キューバのセルゲイ・ロンドンとウクライナのエルブラス・テデエフ、この2人の対戦、第1ピリオドが終わりましてインターバルに入ったところです。第1ピリオド終わりましてウクライナのテデエフがテクニカルポイント3対1でリードしています。高田さん、はい、このロンドン対テデエフ、まあ、池松にとっても、まあ、ライバルとなるであろう強豪同士のまず対戦になっていますね。はい、そうなんですね。あのキューバの選手、はい、昨年ニューヨークの世界選手権で、あ、池松選手とですね、はい、3位4位を争った選手なんですね。3位決定戦で池松が勝った相手、はいはいはい、接戦で勝ちましたんで、まあ、対するテデエフの方はこちらは29歳のベテランです。2002年と99年、それから95年と3回世界選手権優勝しているんですね。はい、この選手も本当に63キロでですね、はい、あの世界チャンピオンになってますんで、まあ、階級の変更でまあ66キロでますけども、はい、非常に動きがいいですね。あ、そうですか。はい、まあ、昨日夕方計量が行われてその後組み合わせ抽選が行われました。この66キロ級は21人が出場していまして7組に分かれて予選リーグで、その予選リーグで1位の選手が決勝トーナメントに進出するということになっています。はい、まあ、ですからこのテデエフとロンドン同じ予選第4組に入りましたので、そうですね、まあ、おそらく、はい、強豪同士の対決ですよね。はい、この試合勝った方がということになるんでしょうかね。そうしますとこの組から勝ち上がるのは、はい、そうですね、もちろんこの勝った方が決勝トーナメントに進出すると思うんですけど、はい、さあキューバのロンドンがバックを取りましてワンポイント。まあ、今日からの3日間はフリースタイルです。まあ、フリースタイルと言いますともう女子の試合をご覧になった方多いかと思うんですが、ルールは同じですね。そうですね、はい、まあ、ですからその全身足へのタックル、足あるいは足を使っての攻撃守りというのも許されます。そうですね、はい、今これはロンドンが攻めているわけですか。はい、上からですね、はい、まあ、ローリングっていう技をかけてるんですけど、ちょっと乗りすぎですね。足を取られてますからこれ逆にポイントを取られる恐れがありますよね。あ、そうですか、はい、はい、今レフリーがその足のあたりをじっと見ていますが、スタンドになりますね。スタンドを命じました。まあ、3対2という非常に際どい勝負が続いています。レスリングの場合は3ポイントノルマ制です。どちらかが3ポイント以上取っていないと勝敗は決しません。まあ、ですからテデエフはもう3ポイントは取っているんですが、はい、まだロンドンには残り1分ありますので、ありますからね、チャンスありますよ。はい、残り試合時間が1分になりました。過去3回世界選手権を制しているウクライナの29歳テデエフがリードして、これもワンポイントを取りました。うまいですね、今の足首のタックルですね。はい、そこからこう今アンクルホールドいきます。アンクルホールド連続技いきますよ。はい、これで相手を返しますとまた1ポイント入りました。追加されましたね、これで5対2になりました。さあアンクルホールドの体勢だ。アンクルホールド決まった。さらに2ポイント追加。まあ、あのフリースタイルの試合ですとこの足への攻撃というのもかなりありまして、はい、おそらくこれから何度もアンクルホールドということは出てくると思います。そうですね、はい、まあ、この66キロ級は日本は池松、それから55キロ級で出場する田辺、はい、田辺もアンクルホールド得意な選手ですからね。そうなんですよね、
まあ、このアンクルホールドはですね、はい、昔イランの選手が非常に得意技としてたんですよね。そうなんですか、はい、ですからその毎年毎年、まあ、はい、ルールも変わるんですけども、技自体は変わりませんけども、この、はい、特にイランの選手のですね、このアンクルホールドというのは、見るものがありますね。そうですか、はい、まあ、そういったあたりも今日は高田さんにじっくりお話を伺いながら進めてまいります。キューバのロンドンが懸命に反撃をしますが、残り10秒になりました。7対2とベテランのテデエフが5ポイントリード。去年の世界選手権の3位決定戦イケマスと争ったキューバのロンドンを下しました。今6分間の試合が終わりまして、判定でウクライナのエルブラス・テデエフが勝っています。予選リーグは勝ち点制でして、フォール勝ちあるいはテクニカルフォール勝ちですと勝ち点4、この6分間あるいは延長戦で判定で勝ちますと勝ち点3です。で、負けた場合でもテクニカルポイントを取っていますと勝ち点1が入ります。完封負けあるいはフォール負けの場合は勝ち点が入りません。勝ち点0です。まあ、ですから3人ないし4人の組の総当たりですから、はい、今この勝ったテデエフには勝ち点3が入って、あともう1試合ということになります ね、 すね、はい。まあ、ですから3人の組ですと2勝すればもう文句なしで、はい。